ビジャレアルで出場機会獲得に苦戦し、1月のイタル先変更の可能性も取り沙汰される日、代表 MF、久保健英。特にヘタフェが新たなレンタ先として名乗りを上げているが、金銭面がネックとなる可能性もあると見られている。スペ、ンカミ、アスが27日付で伝えた。今シーズンの久保 A はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。 一ヶ月無料を試し実施中、レアル・マドリードからのレン、ルデコンキビジャ・レアルに加入した、クボだが、こまで、ラリーガでの先発出場は2回にとどり最近2試合は、出場なし、冬の遺跡市場でビジ、レアルへのレンタルを打ち切ることもあり、ルと予想され、挙手が注目されている。ベッティ、やレアル・ソシエダなども、クボの獲得に席を示していると伝えられているが、 特に獲得、熱望しているのはヘタフェだとされている。ドリーとしても、地理的に近いクラブであり、キ機会を得られることも見込まれるエタフに、クボをレンタルすることを歓迎すると見れている。だが問題となるのは、金銭面。ビジャあアルは、今期のクボの年俸を負担することに、得て、レンタル料として300万ユーロ、約3億8000万円をドリーに支払ったとされている。1月に、 クボがクラブへ移るのであれば、そのクラブが半額負担することが見込まれる。だがヘタフェと手は、クボの残り半年分の給与を負担する子は可能だが、さらに150万ユーロ、約1億9000万円を支払いのは厳しいと、スペイン主は伝えている。一方、マドリーとしても、新型コロナウイルスの影で予算縮小を強いられたこともあり、 レンタ、量の減額などに応じる考えはないとみられ、クボがヘタフェへ移るためには、金銭面で何、カノダ協定を探ることが必要になるかもし、ない。ヘタフェは、クボのほかバルセロナの U21、ペイン代表 MF、カルレスアレニアも冬の補強、ゲットとして、リストアップしているといい、優先的に交渉を進めようとしているのは Q であり、 窪の獲得が不可能な場合にはあれ、矢の獲得を試みると見られている。